レスリング、藤波明が、吉田沙織、声、120連勝、東京五輪金メダル、しどちまひろに、ホール勝ち。レスリング、明治杯全日本選抜選手権16日、第2日、東京体育館、女子53キロ級。世界女王の藤波明、19、日体第2年が、東京オリンピック、五輪金メダリストを撃破し、レジェンド声を果たした。初戦となった準々決勝で、 東京五輪覇者のシドチマヒロ 25J テクトに第2ピリオド P に23秒を残しホール勝ちした。第 1P は互角の展開だったが第 2P に入るとシドチを圧倒し次々とポイントを重ねた。 同階級で五輪三連覇など実績を積み重ね、霊長類最強女子と言われた吉田沙織が樹立した119連勝、1から8年を上回る120連勝に到達した。日本協会が公認している藤並の連勝記録は中学2年の17年9月から続いてきた。 全日本女子オープン選手権、中学生48キロ級から白星を並べ続け、21年10月の世界選手権では史上5人目の高校生女王に、内容も4試合すべてテクニカルフォール勝ち無失点という無類の強さだった。昨年6月の明治杯では2連覇し、決勝で節目の100連勝に届いた。そこから1年、昨年末には全日本選手権も完勝。 今年もクロアチアやブルガリアの国際大会、アジア選手権を制し、同郷でもある吉田の記録に並ぶ快挙に大手をかけていた。注目される連勝に関しては、かつてそう言っていただくことが多いんですけど、自分が強くなることに集中しているので、そんなに意識していなくて、過去のことなので前だけ向いて、目の前の試合で勝つことしか、自分自身を高めていくしか考えていませんと話すなど、 マットに集中。吉田の記録が世界の列強相手である事実に対し、自身は国内の中学時代からと自覚もしている。次は五輪四連覇で国民栄誉賞の伊オ薫が打ち立てた189連勝が期待されるが、まず見据えるはライカの夢舞台、パリ五輪。無敗でパリまで行って金メダルを取りたい。目標へと進む。